ドモボーイドモボーイから派生したとされる。商人の妻とドモボーイドモボーイは、各家庭にいるとされ、家や家族を守る精霊である。暖炉の元や、地下室、玄関に住むが、な屋や家畜小屋に住んで家畜の面倒を見る者もいる。ドモボーイは大胸、灰色、または白い体毛で、髪とあの髭を持つ毛深い老人や小人として、表現され、角屋を持つとも言われる。 さらに、家畜や干し草の姿で現れることもある。人間がドモボーイの姿を見ることは、とても稀なことであるが、それは同時にとても不幸なことである。人々は、ドモボーイを、本来の名前で呼ばないようにし、チェロビクや、デドシュカデドコなどの湾曲した表現で呼ぶ。しかし、ドモボーイのすすり泣いたりうなったりする声はよく、聞かれるという。また、夜に、家がきしむ音がするのは、 ドモボーイが火事などを片付けているためだとされている。ドモボーイは人温かさが好きで、もしドモボーイを怒らせるとその家は火災に見舞われるとされている。そのため人々は夕食の一部をドモボーイに備えて期限を取る。また、引っ越しの際はドモボーイを連れて行くべく暖炉の火の燃え木を持参して、転居先の新しい暖炉に火を移したり、 放棄などの生活用具の一部を持参したりする。もし、ども防イを古い家に置いていくと、転居先では、凶事が起きると言われている。一方で、ども防イは長く住んだ家を離れるのを嫌がることから、転居前に新しい家の暖炉の下にパンを置いて、ども防イを引き寄せることもある。ども防イは、家族を守るため悪い精霊や侵入者の殺害も、意図はない。 家族に危険が迫るとそれを知らせ、未来を教えることもある。夜にドモボーイの体に触れた時、暖かければ幸運があり、冷たければ不運があるとされている。あるいは、就寝中にドモボーイに締め付けられたら、吉祥を尋ね、回答があれば幸運があり、なければ不運があるとされている。ドモボーイの鳴き声は、家族の誰かの死が間近い知らせだともされている。 気に入らない家族にはいたずらを仕掛けたり、嫌いな家畜は追いかけ回した末に餌を糞に変えて餓し、させたりする。ドモボーイには、ドモビー派という妻がいるとされている。ドモビー派は、床下や地下室に住んでいるとされる。ドモボーイは、古い時代の先祖の精霊がその起源だと考えられている。それまで部族という単位でまとまっていた人々が、家族という単位で区別されるようになったときに、 ドモボーイの概念が現れたという。それ以前に、部族単位の先祖の精霊として知られていたのが、ロードであった。ドモボーイ及び、同種の神秘的な存在については次のような伝説がある。彼らはかつては天国に住んでいたが、思考神が天地を創造した際に反乱を起こしたため、思考神によって地上へ落とされたという。彼らの一部は、人間の住む家やその周辺に落ち、一部は、 森や湖や川に落ちた。家の中に落ちたのがドモボーイで、その家の人々と親しくなった。人家の周囲に落ちたのがドボロボイ、バーン肉、オビン肉、フレブ肉で人間を警戒している。そして自然界に落ちたのがポレビーク、レーシー、ボジャノウイ、ルサールカで人間に危害を加えるという。ドモボーイはウクライナではドモビークと呼ばれる。 イングランドには、ドモボーイとよく似た性質の精霊ブラウニーがいる。ありがとうございます。